はい、皆さんおはようございます、えー。46日間チャレンジの9日目。毎日ちょっとずつちょっとずつですね、えー、知識を入れていくと急になんか行政法にこうはまるというかですね。 行政法にワクワク感を感じる。なんか街中歩いてると、行政法規のオンパレードなんじゃないかと、お、いうふうにですね、思えてくる瞬間があるんですね。まあちょっと気持ち悪いかもしれないですけれども、本当にね、そういう瞬間があると結構ね、面白いですから、ぜひね、楽しんでやっていただきたいな、なんていうふうに思っております。我々ね、あの、行政書士の業務をやっていますと、そうすると、まあ申請書に何を記載したらいいかな、っていうのは、最初にですね、当然あの、法律とか、聖証令とか読むん ですけれどもただ まあ結構ですね、あの法令とかも読まずにただ手引きを読んでですね、あの申請書類なんかを作成するなんていう方も結構実務やってる方でもね、いらっしゃったりとかするんですけども、それはやっぱりですね、ちょっと面白みが欠けるんじゃないかなというふうに思いますよ。まあ、実際にその法律とか聖書例どうなってるかっていうのを根拠法を確認しないで業務をやるなんていうのはありえないなんていうふうに思っちゃったりとかするんですけども、それでも法令とかを読んで、ね、役所が出してるマニュアルとか手引きとかも読んで、で申請書類とか作成し てみるんだけれどもやっぱりここについては何書いていいかよくわかんないなとかですねあるいは添付書類なんかについてもこれ実際法律の要件こうなってるし役所としては添付書類でこれを出せって言ってるけど 他のエビデンスでも、他の証明書類とかでも、多分要件満たすかどうかっていう確認できるからいいんじゃないかななんて思う時があるんですよ。そんな時どうするかっていうと、役所にやっぱ電話しますね。で、その担当する、まあ、審査の担当官に聞くのが一番早いですから、その人が審査するわけですからね。その審査の担当官に聞いて、 これってどういうふうに記載すればいいですかとか、あるいは添付書類、これ付ければいいと思ってるんですけれども、どうですかあの、マニュアルにはこう書いてあるんですけれども、私はこう思うんですが、どうですかっていうふうに聞くと、結構やっぱ丁寧に教えてくれるんですね。 あるいは結構その、まあ、旅館業の申請とかだと図面持って窓口に行かなければいけない、えー、シーンとかも結構あってですね。で、そういう場合は一緒に図面を見ながらですね。で、ああでもない、こうでもないって保健所の職員と言いながらね、協力して進めていったりとかするんです。このような形で我々も教えてくださいっていうふうに、これどうしたらいいですかっていうふうに聞くタイミングがあって、行政の職員としてもそれを無限にあしらうことは基本的になくてですね。 ああ、先生ね、えよく調べてきていただいてますね、と。これは、うちの役所としては、こういうふうに、内部の基準でなってますから、ぜひこの通り書いてください、とかって言って教えてくれたりするわけですよ。これが情報の提供というやつなんですね。あるいは、 そうですね。標準処理期間、第6条で勉強しましたが、標準処理期間が1ヶ月のものとかで、1ヶ月経っても許可出ないなって思ったら、そりゃ電話しますよね。行政に電話して、これ、1ヶ月経ってもあの許可出ないんですけれども、これどうなってますか審査状況どうですかって聞くと、あ、今ですね、実は内部で、こことここの点について、えー、吟味してまして、で、もう決裁まで行っているので、おそらく1週間前後で許可出ると思います、なんていう形で、あの、処分時期の見通しとかを教えてくれて、 すするわけですよ審査状況とか処分時期の見通しとかっていうのはまめにチェックしとかないとまあ、たまにごくまれにやっぱり忘れちゃってるとかね全然進んでないとかっていうのがあるのでまあ、そういう場合はゴリゴリですね聞きますけれどもね。そうやって我々はあの進捗管理なんかに 標準処理期間だったら大体この辺で許可が出るはずだから、この辺で一回プレッシャーかけておこうとかですねで。そういうのは決めて、で、実際あの、まあ、私のところのスタッフとかもそ、そ、れを見ながらですね、あの電話をするなんていうことをやっているわけです。 第9条のところというのは、情報の提供についての規定でございますけれども、第1項のところ何書いてあるかっていうと、審査状況とか処分時期の見通し、これを申請者が聞くとですね、えー、基本的に教えるように努力をすると、示すように努力をするというふうに書いてあるのが、第9条の1項ということになります。審査状況とか、あるいは処分時期の見通し、これを示すように努力してくださいと。 ね。努力義務規定ということになってます、えー。そして第2項のところですけれども、第2項のところは申請書の記載内容であったりとか、添付書類に関する情報であったりとかっていうのは、これも示すようにですね、努力してくださいよと。役所としてはですね、やっぱりそうやって市民のために、えー、そうやって事業者が許可取りたいと言ってるわけですから、必要な情報というのは提供するように努力をしましょうというふうに書いてあるということになります。まあ、努力義務になっているというところが、まあ重要かなというところですね。 はい、えー、もう少しプラスアルファお話をさせていただきますと、この情報の提供という、まあ、条文自体はですね、 結構他の海外の行政手続き規定を、ルールを見ていくと、法律なんかを見ていくと、意外とあんま入ってないんですね。だから日本はこの情報の提供の努力義務っていうのが書いてあって、なんでかなって思うと、これはあの、第1回の初回のところでお話ししていますけど、遠隔のところでお話をしていますけれども、この法律行政手続き法がなぜできたのかあ、いつできたのかっていう話をさせていただきましたが、 1989年に行われた日米構造協議なんかでもってですね、アメリカが日本に閉鎖的な市場を開放しろと。要するに、規制緩和しなさいと。日本はアメリカ企業が進出しやすいように規制緩和しなさいっていう流れのもとに1993年にこの法律ができておりますので、 そういう意味ではですね、そういう規制緩和の、まあ、煽りを受けてといいますか、まあそういうプレッシャーを受けてこの条文が入ってるというのはなんとなく納得するなという感じがしますね。ちなみに、 情報公開法の4条の2項っていうのを見るとですね、情報公開法の場合って、うちもよくね、開示請求とかするんだけれども、開示請求をして、で、向こうが開示する文書を特定できなかったりとかすると、いや、これあの開示文書を特定できるような記載にしてくださいっていう形で、あの、補正の連絡が来たりとかするんですよ。 で、開示請求書に不備があったりとかすると、補正の連絡が来て、で補正の連絡をするときなんかは、えー、こっちが分かりやすいように、情報の提供をするように努力しなければいけないっていうのが書かれているんですね。これは結構進んでますよね。 個性連絡をするときに、やっぱこう、ちゃんと正しいものを出せるように、情報提供しなきゃいけないっていうところまで書いてあるんです。かなり積極的に情報提供しなさいって書いてありますよね。だけど、行政手続法っていうのは、あくまで、我々が聞いたら教えるように努力しなさいなんですね。えー、必要な情報を我々が聞いたらあ、まあ、教えるように努力しなさい、えー。こういうような書き方になっているということになります。情報公開法,情報公開法は、 情報公開手続きに関しては、行政手続き法の、あの、適用があるんですけれども、ただそういう、まあ、4条の2項なんかは、特別法として上に乗っかっているイメージなんですよね。はい。ということで、ちょっと細かいこともお話をさせていただきましたが、第9条のところ、お理解していただけたでしょうか。えー、昨日、レックの担当者の方が夜いらっしゃって、で、まあ、先生ね、この行政手続き法、 毎日本当にやってくれると思いませんでしたと。いやいや、46日間チャレンジっていう企画を入れといて、毎日やってくれるとは思いませんでしたって言われるとですね、いやいやいや,いやと、あの企画いただいたらやりますよ、そりゃ、みたいな感じなんですけども、あの <coughs>、行政不服審査法とかね、事件訴訟法とか、そういうのもどうですかって言われたんですけど、それやったらもう行政法全般やることになるじゃんかって思ったんですけど、 やっぱりあの、受験されている方からの声としても、他の科目イメージ湧きづらいんですけど、っていう声もお聞きしまして、で、ちょっとスケジュール確認して、8月8日と9日、私に行って取れたので、8日と9日、もしあの、もう行政法を極めたいと。もうこの8月のシーズンで行政法をがっちりやって、で、イメージを持ちたいと。で、私はもう、審査請求なんかも実際に担当したりとかしてるので、 えー、心理委員がどういう人がやってるかとかね、実際の心理手続きどうかとか、行政不服審査会のメンバーどういう人かとか、そういう話すると、一発で頭に入ってきますでしょ。で、行政法総論の話もですね、多分ね、あの、実際のあの、業務の話なんかしながらやると、頭に入ってくると思うんですよね。で、ちょっとやろうかなと。もう合宿的な感じで、2日間みっちり。で、だけれども、ね、言うても今、コロナシーズンで集まれないので、 ズームの形で、双方向でですね、やり取りしながら、まあ、20人限定でやろうかなというふうに思っております。まだね、あのー、正式に出していませんけれども、一応日程、まあ、8月の8日、9日にやりますよってことは、ぜひ、YouTube で伝えてくださいというふうに言われましたので、すごいですよね。即日この企画が決定するっていうのもすごいなと思うんですけども、まあ、こういう形でやらせていただこうかなというふうに思っておりますので、 えー、よかったら、もう行政法を極めたいぞと、もうストイックにやりたいぞと、私基本的にやるとなったらもう一日中やりますからね。えー、なので、まあ、そういう、ちょっとストイックに、えー、2日間でガッチリやりたいぞっていう方は、あぜひですね、えー、検討していただきたいなというふうに思います。じゃあ今日はここまでにします。お疲れ様でした。